どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。佐藤俊一、私は彼こそが極真の黎明期、体を張ってその牙城を守った武人そのものではないかと考えています。彼が極真の表舞台でその壮絶な活躍を見せたのは第4回全日本空手道選手権大会。そこで佐藤俊一は3回戦にて、前年の第3回全日本大会で大山康彦、大石大吾を前蹴り中段回し入れで一本勝ちして優勝を成し遂げ、その後第1回世界大会で世界王者に輝く佐藤克明と対戦し、再延長3対1で勝利したというから、それはまさに驚嘆すべきことだと考えます。続いて B ブロックの決勝で城西の虎と呼ばれていた第1回及び第2回全日本大会で準優勝、そして3位に輝いている添野義次と対戦。添野義次は山崎輝友、及川博士と共にキックボクシングでもデビューしており、極真サンバガラスとも歌われ、2年ぶりの出場となるその大会ではまさに優勝候補と呼べるだけの実績を誇っていたといえます。そんな相手に佐藤俊一は右中段前蹴りで技を奪い、その後エキサイドして顔面にパンチを入れられたりしながらも一歩も引かずに真っ向勝負を繰り広げ、打撃戦を展開し、さらに右膝蹴りを腹に叩き込み、なんと一本勝ちを奪ったといいます。身長178センチ、体重85キロ。常に鬼のような形相で、必死の思いで戦い、無駄な肉は全くない、鋼鉄のような体は、仁王像と評しても間違ってはいないのかもしれません。こうして堂々たる全日本大会3位に入賞した佐藤俊一は、続く第5回全日本大会では1回戦にて、第9回全日本大会で優勝、第1回世界大会6位、第2回世界大会4位入賞を果たす人間機関車東隆に勝利し、3回戦にて大東流合気術や琉球古武術、沖縄五十流も収め、翌年の全日本大会で4位に入る西田幸雄と対戦。佐藤俊一は開始直後から得意の右の前蹴り、そして左の上段回しの連発、引き込んでの膝蹴りでどんどん攻めていきます。西田幸雄も左の前蹴りで止めようとしますが、その勢いを抑えられずにそのまま勝利したようです。そして準々決勝にて、あの空手バカ駅伝でも有名な100日間もの山籠もりをして出場したという他流派の富樫義元と対戦。富樫は3回戦にて本部指導員の岸信行と対戦し、そのバックスピンチョップによってダメージを与えての判定勝ちをもぎ取っています。そんな企画会の外敵を相手に、試合は佐藤俊一の闘志が爆発する結果となります。私が考える佐藤俊一の功績として大きいもの、それはまさに外敵との戦いでした。極真として、空手母国日本として、これ以上の侵略を許してはならない。そんな時に彼はその身を挺して、その命で魂でその侵略を防いできました。そのまずは象徴ともいえる戦い、延長戦にて富樫が回し蹴り、後ろ回し蹴り、回し蹴り、バックスピンチョップとくるくると回りながら攻撃を仕掛ける中、佐藤俊一は中間距離から前蹴り、上段回し蹴り、下段回し蹴りと足を思い切り伸ばして先制攻撃を仕掛け、相手に回る隙を与えず、そして逆に一瞬の隙をついて右の下段からの左の上段回し蹴りを鮮やかに決めます。終盤にはどつき合いも見られ、最終的には受け、技の多彩さ、間合いの巧みさで佐藤俊一が3対0で勝利をつかみ、極真の牙城を守った形となりました。準決勝ではあの日大の花山崎輝友と対戦し、その鋼鉄のすね受けにて足を負傷して敗退しましたが、そこまでの激闘功績を考えれば、それも含めて彼の勲章と考えることができるかもしれません。
そして第6回全日本大会でも5位に入賞し、迎えた第1回全世界カルト選手権大会、ウルグアイのアール・ボシーノ選手を相手にローキックからの膝蹴りで瞬殺の一本勝ちを決めます。そして準々決勝進出をかけてイギリスの円熟ハワード・コリンズとの戦いを迎えます。足を痛めていたとはいえ、一度は負けている相手ですが、極真日本がその栄えある第1回大会でその強さを誇示するためには決して負けられない戦いでした。特にハワード・コリンズは全日本大会でも準優勝に輝いており、チャールズ・マーキーと並んで海外勢最強の脅威の一人と言って間違いありませんでした。そんな相手に佐藤利和は右のローキックを中心にどんどん前に出ていき、繰り返される延長の末、最後は得意とする左の前蹴りの連発で押し込み、佐藤利和はリベンジを果たすとともに日本の王座を守ることに大いに貢献しました。準々決勝では再び佐藤勝明と対戦したということですが、佐藤勝明の肘打ちが左のこめかみに入ってしまい試合が中断し、1試合挟んでの再試合ということでしたが、その傷が深かったのでしょうか、佐藤利和の棄権という形で世界大会のその戦いを終えたといいます。そして迎えた第8回全日本空手選手権大会、優勝候補としてベスト8まで勝ち上がり、180センチ74キロの埼玉の俊英野口敏郎を相手に経験とパワーで勝り判定勝ちを収め、準決勝は不戦勝で決勝まで上り詰め、そこで戦う相手は前年の第1回世界大会で3位についた芦原秀行の裁きを受け継ぐ男、二宮上子。絶対的な強者として知られ、映画史上最強の空手パート2でも主役級の扱いでしたが、それを相手に佐藤利和はどっしりと構え、体力差を生かした飛び込んでの膝蹴りでどんどん前に出てきます。そして左右のローキックで機動力を奪い、そこからの正拳突きの連打でダメージを蓄積させます。激しい戦闘スタイルで誤解されがちのように思われますが、佐藤利和のその戦いは非常にリズムでハイレベルなものです。そして最後は下突きの連打であの二宮上皇を棒立ちに近い状態まで追い込み、悲願の初優勝を勝ち取りました。極真全日本大会史上本部以外の人間がチャンピオンの座に就いたのはこの佐藤利和が初めてのことです。その時のことを佐藤利和は、今度は俺の番だという意気込みで試合に挑んだ。あらゆる体力トレーニングを積んだし、精神面でも海岸で座禅を組んで雑念を捨て、波の音だけしか聞こえない状態まで修練したと語っており、その意気込みが彼の生き様が見て取れるようでした。その判定が下った瞬間、佐藤利和は周りの目もはばからずに身を翻し、両手で顔を覆って大粒の涙をこぼしたといいます。彼のそれまでの修行、苦労、思い、それが象徴される胸に響くワンシーンだと言います。試合後、彼は負傷者であるにもかかわらず二宮上皇の肩を折りてマットを降りたと言います。その後、佐藤利和は大会に出ることはなく、1979年に秋田県本庄市の市議会議員に当選、戦い以外でのその才覚、人望を発揮した形となりましたが、しかしそこで大山抹殺に第2回世界大会の代表選手として推薦枠での出場を打診され、男気あふれる彼はそれを承諾。当然試合感は失われていましたし、十分な稽古も進めない中、佐藤利和は大山抹殺のため極真日本のために奮闘し5回戦まで進出。そこで激突したのがあの熊殺しウィリー・ウィリアムスでした。ウィリーはそれまで圧倒的な強さを誇っていました。初戦を膝蹴りからの上段回し入れで相手を吹き飛ばしての一本勝ち、次の試合をいきなりの右の足払いからのそのフェイントを入れての左の上段回し入れでの瞬殺の一本勝ち、そして4回戦はくっついてくる相手をなんとその太ももに膝蹴りを入れての下段膝蹴りという珍しい決まり手での一本勝ち。恐ろしいまでの強敵、身長体重ともに20センチ
20キロの差、さらには3年にも及ぶブランク、31歳という年齢、そして極真日本として勝たなければいけないというプレッシャー、彼の胸にのしかかるものは凄まじいものがあったと容易に想像できます。先に仕掛けたのは佐藤でした。左のローキックで右に回りながらどんどん攻勢をかけていきます。しかしウィリーも同じように左のローキックで右に回り、スピードの差、リーチの差でアドバンテージを取られそうになります。そこで佐藤俊和の秘策、前蹴りが炸裂します。彼はこの前蹴りが他のものが使わないような攻防一体の鍵としてこの試合の要にしようと考えていたようです。回し蹴り、回し蹴り、回し蹴り、ウィリーの連打に佐藤俊和の右足が悲鳴を上げます。しかし佐藤俊和も前に出て左の前蹴りでその巨体を止めます。その目は絶対負けないという悲壮な覚悟に彩られていました。そしてその前蹴りが効果を発揮して間合いを保ち、そこからの右のローキックがややウィリー・ウィリアムズに効果的に作用したように思われました。いい流れが来始めたかもしれないところでウィリーが突然佐藤俊和の両襟を持っての膝蹴り、なんとか首は振ってかわしましたが左上段回し蹴りで釘付きにされて、今度はしっかりと首をがっちりとロックされて抜け出せずにものすごいパワーで引き込まれて、ボディからの顔面への膝蹴りが直撃、佐藤俊和はマットに倒れました。しかしその後の判定でウィリーの掴みが反則とみなされ、試合は延長戦へ。では実際のところ、当初ウィリーの最初の掴みの時点で中1を取られており、さらに2回目のダウンの時は減点1となり、判定で3対0で佐藤俊和の勝利となっていたといいます。しかしそこで最高審判長の小山摩擦より物言いがつき、佐藤俊和にも決め手がないとして延長を命じられたといいます。会場は沸いたという話ですが、しかし壇上で戦い、それを見つめる極真日本の彼らの心境はいかなるものだったのでしょうか。延長でも佐藤俊和は右のローキックで活路を見出そうとしますが、ウィリーの回し蹴り、後ろ回し蹴りからのまるで透明事故のような正拳突きがボディに直撃、そこからの連打、外した一発は天空にまで届きそうな勢いでした。さらに追い込まれ、中段回し蹴り2連発で釘付きにされ、そこからまさかの政権中段突き10連発。佐藤俊和の肋骨はなんと4本も折れていたといいます。ありえない、信じられない、そんな状態だったならば、途中で叫んで吹っ飛んでひっくり返ってのたうち回っても全くおかしくないと思います。何しろそれは10連打だったのですから、最初に聞いた時点でそうなって回避して逃げても、それは生存本能という意味で考えても当然のことです。しかし佐藤俊和は倒れず、技ありが宣告された後も両膝に手をついてダウンを拒否し、最後まで、その最後まで全日本王者としての誇りと極真日本を守るためのその意地と生き様をその場にいる全員に見せつけました。マットを降りてマスコミや関係者が寄ってくる中、それを戦友であるという佐藤勝崎がこう勇めたと言います。責めないでやってください、現役を引退していた男なんです、ここまでやった精神力を褒めてやってください、4年前ならウィリーなんかに負けなかった、でも気力はあるが体力はついていかない。その後ウィリー・ウィリアムスは控室に訪れ、世界大会前に共に練習した仲であるということで謝りながら号泣したという話もあります。そして佐藤俊和は引退し、事業に精を出す傍ら秋田県本庄市議会議員を7期務め上げたといいます。そういうのは主事佐藤勝明、ハワード・コリンズ、富樫義元、東隆、二宮上皇ら極真氏に3000と輝く強豪を打ち破り、他流派海外の脅威を跳ね返し、地方の選手として初の全日本王者を体感し、現役市会議員でありながら世界大会に出場し、ブランクを知りながら極真史上最強の男の一人である
熊殺しウィリー・ウィリアムスと戦い、最後までその矜持を守り抜いた、まさしく秋田の武人佐藤利勝。彼が成し遂げたいくつもの功績偉業、そしてその生き様がいつまでも多くの人々の胸に心に記憶に残ることを願ってやみません。私はこれからも極真に命を懸け、その誇りを守るために戦い抜いた男たちの生き様を皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。